直径およそ40センチの巨大なピザに、12ロールで大容量のキッチンペーパー。これらはどれもコストコの定番商品ですが、実は販売しているのはコストコではないんです。会社なしでスッと入れて、スッと買って出れるっていうのが一番いいかなと思って。小分けになってたりするので助かります。コストコの商品を年会費無料、小分けで買える。今全国で急増しているある専門店に密着しました。やってきたのは4月27日に荒尾市にオープンしたコスマニア。店内には所狭しとコストコの定番商品が並んでいます。コスマニアはコストコの商品を、買い付けたものをこちらで再販しているお店になります。コストコの定番で人気の商品から結構新作で話題の商品まで揃えるように意識しています。そう、こちらはコストコの商品を再販する専門店。しかもコストコでは年会費として4840円必要ですが、こちらでは年会費はなく誰でも自由に立ち入り OK。 まさにコストコ初心者にうってつけのお店なんです。この日はあいにくの天気にもかかわらず、オープンの11時から次々とお客さんが。コストコ商品で気に入ってるのがあったんで、あるかなと思って探しに来て、あ、これです。チャプチェ麺というか韓国春雨、これがちょっと気に入ってて、これを買いに来ました。今日は何か購入されました？あ、本当なんか見つけたんで親にパンでも買っていこうかなと思って。それだけですね。コストコの大ファンだというこちらの家族は、今日何をお目当てにとかってあったりされますか？今日はお尻拭きを目当てに。生後1ヶ月のお子さんのため、口コミで聞いたお尻拭きを購入に。店内をくまなく歩き、あ、それが子供のお尻拭き。これがなんか人気らしいです。3つ入れられましたけど結構買いましたね。結構ストックで。さらにお買い物を続け、気づけば買い物カゴはパンパンに。結構買われましたね。結構買いましたね。8000円ぐらいで。さらにこちらでは本家にはない再販店ならではの工夫もお客さんから好評を得ています。バラバラになってる、便利だと思う。こういうのも結構量が多くて高かったりとかするんですけど、小分けになって安く売られてるのがやっぱり嬉しいな。そう、本家コストコでは大容量のものも、コスマニアでは店舗で小分けすることで買いやすいサイズにしているんです。例えば、すごく人気なのがこのマフィン。コストコさんでは一応、この2パックからの販売になってるんですけれども、これだと結構12個でかなり多い量なんですけれども、うちではこれをこの2個入りから販売させていただいてます。なので、お家でちょうど食べきりやすいサイズだったりとか、違う味を一緒にこう楽しんだりとかもしていただきやすいかなと思ってます。定番のディナーロールはコストコで買うと36個入りですが、こちらでは3分の1の12個入りで431円。その他にもトリプルチーズタルトは4分の1サイズに小分けして647円。ベーコンやレタス、トマトにチーズが入った人気のハイローラーは3分の1サイズで950円となっています。コストコさんでの価格よりは少し上乗せになってしまうんですけれども、年会費を払わなくていいことだったりとか、あと交通費がかからないっていうのと、あと移動時間とかもかからないっていうメリットからすると、割とまあ相当な、はい、ちょっと良心的な価格帯ではあるのかなと思います。値段的になんかどうでした？いや思ったほどではなかったです。なんかまとめて買ったら結構安いし、小分けしてたらちょっとなんか割高ではあるけど、でもなんか思ったよりは全然高くないっていう印象です。お客さんは大満足のようですが、番組スタッフにはある不安が。これコストコから何も言われないんですか？あ、そうですね、コストコ
さんとはですね、うちは業務提携は一切していないんですけれども、一応ビジネス会員というものにうちが所属しておりまして、コストコさんの商品を仕入れてお客様に販売するっていう許可はいただいているので、そちらで再販という形で販売させていただいております。そしてお店に並ぶ商品はおよそ400種類。これをどのように入荷しているのか、午前8時30分仕入れに向かう車に同行させてもらいました。今からどこに行くんですか？今からコストコ三船店の方に行きます。仕入れってどのぐらいの頻度で行ってらっしゃるんですか？仕入れは今週に4日行ってますね。行ったその次の日には結構うちでも完売しているものが多いので、もう2日に1回ぐらいは行かないと在庫がなくなっちゃうっていうような感じですね。仕入れるものはパンやデリカが中心とのことですが、旬な商品をゲットするためテレビやインフルエンサーが発信する情報は欠かさずチェックしているんだそう。ちなみに今日なんかもうこれだけは狙っときたい商品とかってあります？パン類の中でも最近新商品で出たアップルシュトルーデルっていうアップルパイみたいなパンが新作であるんですけど、それは絶対仕入れたいなっていう感じはありますね。コストコが開店する午前10時、荒尾市から片道1時間半をかけ米村さんたちも現場へ到着。実はこの移動にかかる時間もお店が繁盛する理由の一つ。買い物に来ているお客さんは、今日は大牟田隣ですね。近くにやっぱないから会員証持っててもあれですけど、もうこういうところになってくると会員証なしでスッと入れてスッと買って出れるっていうのが一番いいかなと思って、この辺にコストコなかったからちょっと行ってみようかなっていう感じで。行きたいけど遠いしみたいな、そんな感じです。コストコ商品を求める近隣住民の期待を背負い、じっくり2時間買い物をした仕入れ車が戻ってきます。ここからがコスマニアのピークタイム。仕入れた商品の品出しはスタッフ全員で行います。いつもこんな荷物多いんですか？あ、こんな今日少ない方です。行くときおっしゃってたアップルシュトルーデル、はい、どうでした？アップルシュトルーデルはいっぱい買ってきました。1つでもすごい大きいんですけど8個入ってて、うちではこれを2個入りで販売してます。一方店内はこの時間に品物が充実すると次々とお客さんが。気づけばレジには大行列。想像以上に大変ですね。結構仕入れの時は大変です。息切れてます。息切れてます、もう暑すぎて。お店は大繁盛。しかしなぜコスマニアが誕生したのか、その鍵を握るのは地元に根付くスーパーでした。うちのスーパーでも10年ちょっと前からコストコさんの商品を仕入れてきて販売をしてましたんで、まあ、それをちょっと生かそうということで今回始めることになりました。品ぞれをたくさんしてですね、お客さんのニーズに応えられれば喜んでもらえるんじゃないかなと思いまして今回始めることになりました。はい、コストコの商品を買いたいけど買えないお客様のために、地元のスーパーの地域を思う心がコスマニアのオープンにつながっていました。どうでした買い物？楽しかったです。今日来られましたけどまた来ますか？そうですね、まあ、明日にでも来たいかな。結構いつも買ってるコストコで買ってる商品とかもあったので、なんかぜひまた来たいなって思いました。はい、もちろんそういう初心者の方がコストコってどんなものだろうって楽しんでいただけるお店を目指しているのと同時に、上級者の方も楽しんでいただけるようなちょっと珍しい品揃えもできていけたらなというふうに目指しています。